前半22分、FW2 便のスルーパスを FW 染野がスライディングシュートで仕留めて決勝点。第97回全国高校サッカー選手権、準々決勝、尚志、福島対帝京長岡、新潟の一戦が行われ、U-17 日本代表の注目 FW、染野結月の決勝ゴールで、尚志が1-0で勝利。同校にとって2度目となる埼玉スタジアム行きの切符を手に入れた。2年生ながら世代別日本代表の経験がある FW 染野ら俊英を揃え、2011年度大会以来となる準決勝進出を目指す尚志と、昨年8月の全日本フットサル選手権 U-18 で優勝するなど、フットサルで足元の技術を鍛えた帝京長岡。隣県同士の一戦は、お互いがテクニックと連動性を発揮しようとする、正気味い展開となった。その中で試合が動いたのは、前半22分。帝京長岡が、最終ラインでのビルドアップ時にもたつくと、それを見逃さなかった、尚志の FW、二瓶ゆかさみがカット。そこからのスルーパスを受けた染野が滑り込みながらのシュートで先制ゴールをゲット。尚志が1-0とリードを奪った。リードを奪った尚志はその後も押し気味で試合を進めたままハーフタイムへ。しかし、追いつきたい帝京長岡は後半に入って反発力を見せる。13分に左サイドを深くえぐり込んでから FW、小池誠貴がフリーになってシュートを放つ。尚志 GK、森本亮太のファインセーブに阻まれたが、ここから徐々に勢いに乗る。後半18分には、DF 長、渡里圭卓が、約30メートルの位置から、思い切りよく、ロングシュート。縦回転のかかったボールは、急激に落ちゴールを襲ったが、GK 森本が、わずかに触りクロスバー直撃。それでも東福岡、前橋育英、群馬を撃破した、尚志相手に一歩も引かない戦いぶりを見せる。しかし、尚志は DF フォファナ・マリックらを中心とした4バックが、最後まで破綻をきたさず、今大会2回目の無失点勝利。試合巧者ぶりを見せ、準決勝では、青森山田、青森との東北決戦に臨むことになる。